先は。これが新しい不思議な絵よ。はいはい、私知ってます。これってあれですよね、雷神の伝承に出てきたファルギオルが封じられてたっていう絵ですよね。ファルギオルは外に出ちゃったわけだし、元の絵は残ってるはずですから。お、スーちゃん冴えてる。じゃあ今回の絵は天井クラスにすごいやつ。ああ、盛り上がってるところ申し訳ないんだけど。え、スーちゃんが言ってた絵も見つかりはしたんだ。長い間ファルギオル。まあまあ、この絵エテルネピカも天井クラスの一品よ。別名タユトウ時の絵。過去の姿が。おお、確かに。興味を持って。来た来た、天才的な考え。さて行き先は。道具のレパートリーまた増えちゃった。昔のみんなの姿、バッチリこの目に焼き付けてやるぞ。スーこそ、おねしょしてる姿を見られないといいですね。私、ほとんどおねしょなんてしてないし。ちょっと待った、それ以上は言っちゃダメ。過去の姿か。そうだね。おばあちゃんのことを見られる。もう行くよスーちゃん。5歳くらいには治ったもん。ごめんって。それじゃいざ時の旅へ。本来時は一方通行、放たれた矢のごとくただ前に進みゆくだけ。しかしそうではない世界があるとするなら、
失われた過去と再び出会えるのなら。歓喜、憤怒、悲哀、快楽、旅人はいずれの時を望むのでしょう。しかし決して忘れてはいけません。過ぎ去った時はもう変えられないということ。漠然とした時の中をたゆとう地、エテルネピカ。過去と向き合った時、あなたは。うわー、今まで見てきた中でも一番不思議かも。ここがエテルネピカ？でも過去の姿は全然見えないね。あ、見て、あそこ。あれは子供の頃の私たち？うわー、懐かしい。過去の姿ってあんな風に見えるんだ。あははっ、うさったら転んで泣いちゃってる。泣き虫なところほんと変わってないよね。ふんだ、あなただって昔はリディの後ろにずっとひっついてたじゃありませんか。リディお姉ちゃん待ってって。うん、あの頃のスーちゃん本当に可愛く、昔のことをほじくり出すな。ルーシャのくせに。みんな昔からとっても仲良しだったんだね。あれ、消えちまった。おてんば数条にもあんな昔があったとはな。いや、意外なもんが見られてよかった。人は誰しも意外な過去があるものだけど、まさかスーがあそこまで内気だったとは。うるさい、忘れろ。もう頭に来た。先に進んでマティアスとかアルトさんとかの恥ずかしい過去もバッチリ見てやるんだから。後で吠えづらかいて忘れてくださいって言っても遅いんだからね。やれやれ、子供なんですから。さて、私たちも進みましょうか。なあアルト、急に心配になってきたんだけどさ、大丈夫かな。俺の恥ずかしい過去バレないかな。知らないよ。心配になるくらいなら最初から煽らなければいいのに。過去か。僕もあまり長居しない方がいいかもしれない。ザッパーン。課長、スーちゃんの爆弾じゃん。覚悟してね。あ、
誰かの過去じゃない？よりにもよってあの時かよ。兄弟喧嘩かな。それにしてもミレイユさん容赦ないね。そうなんだ、姉貴はいつもそうなんだ。クッキーをつまみ食いしたくらいで。ああ、ミレイユさんそういうのに厳しそうですもんね。やばい、過去のトラウマが。帰りたい、でも姉貴がいるから帰りたくない。大丈夫ですかマティアスさん、ずいぶん顔色が悪いですけど。なんとか。恥ずかしい過去を暴かれるのってこんなに辛かったんだな。そうだよ、これに懲りたらしっかり反省。はい、わかりました。もう二度とからかった。ああ、舌の根も乾かぬうちに。ボコボコ。まっ、アルト、てめえ笑いやがったな。ひひひひ、次に暴かれるのは。心しておくよスーお姉ちゃん。の巣にしてやる。お、ちょっと落ち着いて。スーちゃん落ち着いて。何やってるんですかあの人たちは。いいんじゃない、みんな楽しそうだし。ほら先に進みますよ。とにかくたくさん拾うことだね。錬金術師は欲張りでちょうどいい。アルトの過去恋、アルト、アルトさんの過去恋、アルトさんの過去恋。ああの二人からすごい闇を感じる。過去の恥ってあそこまで人を変えちゃうんだね。
フィリスちゃんに弟子入りを頼まれた時だね。もうずいぶん昔のことみたい。今思えばずいぶん急でしたよね。いきなり弟子にしてください。確かに急だったかもしれないけど、フィリスちゃんの思いはすっごい伝わったからね。なんとしても力になってあげたいって思ったんだ。ソフィー先生、はい、私も先生が先生でよかったです。この世界本当に面白いや。ブーブー、不公平だよ。ソフィーさんとフィリスさんの恥ずかしい過去は。そうだそうだ、やり直し、やり直しを要求する。いや、恥ずかしい過去はあるけど、あんまり見てほしくないかな。ああ、本棚大崩壊事件とか、スカート履き忘れ事件とか。言わないで。それすっごく気になるけど、同じくらいアルトさんの過去も気になるな。まだ言ってたのか。僕の過去はそう簡単には見られないよ。ふんだ、言ってられるのも今のうちですよ。あちょー、あちょー、今日のラネーがぶっ倒す。の過去が暴かれるのか。いや、僕の過去じゃないみたいだ。錬金術師の公認試験受かったらしいじゃない。都中で評判になってるわよ。まあな。でも親父は認めてくれなかった。やっぱり後を継ぐのは兄貴になりそうだ。あなたはそれでいいの？今まで錬金術頑張ってきたんでしょ？そうだけど無理だよ。何をやったって親父は俺のことなんか。こらこら、やる前から無理って諦めない。人は生きてる限り諦めちゃダメなんだから。あなたも男ならズバッと自分の力で認めさせてみなさい。自分の力で。でも
どうやって？そうね。あ、思いついた。独立して国一番のアトリエを目指すってのはどう？国一番のアトリエ？君はとんでもないことを考えるんだな。そう？そんなに変なことを言ってるつもりはないわよ。だってあなたにならできるって思ってるし。わかった、決めたよ。家を出て国一番のアトリエになってみせる。そのためにもまずは修行のやり直しだ。ああ、それでなんだけど、俺についてきてくれないか、オネット。君のことを幸せにするって約束するから。その言葉待ってたわよ。約束したからにはちゃんと守ってよね、ローチェ。オネットとロジェ？うん、今のってお父さんとおか、今のが本当だとすると、分かんない分かんないけど、先に進めば、うん、確かめに行こう。お父さんとお母さんの昔のことを。ひらめいた、俺とお前でマティアスなんてな。ああ、今のは滑ったね。マティア滑った。見つけた。しかし愉快なやつだったな、あのバッケンってのは。ええ、本当にいきなり古文 A だの B だの呼ばれた時はびっくりしちゃった。絵の中に世界が広がってるだなんて。不思議な絵って本当に夢みたいね。だろう。さて次はどこに行ってみたい？あ、そうだ、お化けが出る森なんかもいいな。ちょっと、お腹に赤ちゃんがいる妻をそんな怖いところに連れて行く。安心しろって、お前のことは俺が守るから。ならばよし、私たちのことをちゃんと守ってよね。間違いない。うん、でもバッケンってどうして二人とも絵のせ、もしかしてお父さんもお母さんも。あ、だからお父さん不思議な絵のことに詳しかったのかも。だとすると、ダメだ、頭がこんがらがってきた。とりあえずもうちょっと先に進んでみよう。また新しいことわかるかもしれないし。これなら簡単だね。
のウェルカム。よちよち、パパディチュよ、あだ思いっきりはたかれちゃったわねそうだな、それに比べて上の子は賢そうな顔をしてる俺に似たのかな、あだあらあら、いやって言ってるわよ、本当に賢い子ねそりゃないぜ。なあオネット、俺、約束するよ。約束？俺、絶対に国一番のアトリエになってみせる。こいつらには錬金術を教えて、俺たちが店に立ってとっても素敵。それじゃあ、約束よ。ああ、約束なあ、お前たちとも約束だぞ。わあ、二人とも嬉しそうな顔。もちろん。それともう一つ、二人が大きくなったら絵の世界を家族みんな、きっと二人とも喜ぶだろうなじゃあそれも約束ね。でもいいの？ああ大丈夫だ。なんてったって俺は最後には約束を、あらあら自分で言っちゃう。まあでもそういう人じゃなきゃ私はついてきてないもの。覚えておいてね、リリー、スール。あなたたちのお父さんは絶対に約束を守ってくれる人だから。国一番のアトリエ、お父さんあんなにやる気だったんだ。でもどうして？お母さんとの約束。ううん、そんなことない。スーちゃん、もっと奥に進んでみよう。お父さん。
二人とも気をつけて。邪魔しないでよ。あっちの巣にしてやる。痛いから覚悟してね。しびれちゃえ。こうしてあっちに攻撃。私の旅は邪魔させないよ。あ、色のかけら。もう今欲しいのはこれじゃないのに。私たちが見たいのはお父さんたちの過去なのに。二人とも諦めるのはまだ早い。スールとお父さん、家族みんなで国一番のアトリエになるって。うん、約束するよ。私絶対に国一番のアトリエになる。私も約束する。だからどうしてだよ。薬なんて今までたくさん作ってきた。同じ病気だっていくらでも治してきた。それなのにどうして一番大切な時に限って。何が公認錬金術師だよ。何が国一番のアトリエだ。大事な人を守れなくて何が錬金術師なんだよ。錬金術なんて、錬金術なんて、畜生。そうだったんだ。お父さんはお母さんのことを救えなくて、それで。全然知らなかった。今までずっと一緒に暮らしてたのに。リリーちゃん、スーちゃん。自分が死ぬ時の姿はあんまり見たくない。でもまあ、ロジェが私のためにあれだけ泣いてくれたって分かっただけでもいいか。さて、そろそろ時間かしらね。元の世界に戻らなくちゃ。え、お母さんの声。うん、どうせ過去の姿だよ、きっと。そうに決まってる。だ、ん、リディ、スール、まさかあなたたちなの。大きくなってるってことは過去の姿じゃない。本当にお母さん。どういうこと？勘違いじゃないよね。今のお母さんだったよね。絶対私たちのこと分かって。うん、ほっぺたつねったら痛かったし、夢じゃない。そうか、分かった。スーちゃんあれだよ、ネージュちゃんと同じ残留思念。あ、絵の世界に入ったことがある人は死んだ後
魂が絵の中に残ることがある。うん、さっき見た過去が本当ならお母さんはお父さんと絵の世界を旅してた。だったらお母さんが残留思念として残ってる可能性は十分あるはず。待って待って、だとしたら地下室にあった絵で見た女の人、あれもやっぱりお母さんだったんじゃない？うん、ありえる。元の世界に戻るとか言ってたし。地下室にあった絵？リディ、うん、スーちゃん。あ、双子ちゃん、エテルネピカ。すみません、そのお話はまた後で。どうしたのかしら。この扉の先にお母さんが。確か鍵がかかってるんだよね。どうしよう、鍵穴がない。嘘でしょ、あれだけの爆発で。まさかこの扉、錬金術で。公認錬金術師。お父さん、こんな時だけ本気出さない。この門をくぐるのはいつぶりか。邪魔するぞ兄貴。
ギオルの時みたいに周り見ている。それは何かち、来たか、お前たち。そりゃ来るよ。今までどこに行ってたの？そうだよ、ルーちゃんたちにも迷惑かけて。心配させたことは悪かったが、アトリエに戻るつもりはない。どうして？私たちお父さんに聞きたいことがたくさんあるの。お父さん、公認の錬金術師だったんでしょ？昔絵の世界を旅してたっていうのも見た。それにお母さんのことを助けられなくて
お父さんがすっごく悲しんでたってことも。エテルネピカか。ああ、すべてお前たちの言う通りだ。だったらまた一緒にアトリエをやろうよ。お父さんがいなきゃ、国一番のアトリエは。ねえ、帰ってきてよ。お父さんがいないと寂しいよ。リリー、スー、俺と勝負をしろ。勝負？どういうこと？どちらが早くアトリエランクを上げられるかの勝負だ。俺はアトリエボルテールのランクを上げる。お前たちは自分のアトリエのランクを上げろ。お前たちが俺に負けたらアトリエは廃業してもらう。王子様、そんなのいくらなんでも理不尽。ルーシャ、今ボルテールのランクって？え？ C ランクですけど。まさか勝負を受けるつもりですか？うん、もちろん。こっちも C ランクだし。ちょ、お父さん、私たちが勝ったら私たちのアトリエに帰ってきても。ああ、いいだろう。それじゃあまた。私たちに勝てると思わないでよ。ルーちゃん、帰るよ。要項を読んでおかないとね。うん、私は調合の準備を進めとくよ。ちょっと本当に良かったんですか？相手は王子様とはいえ公認の錬金術師。それなのに負けたら廃業なんていう勝負を受けて。大丈夫、絶対に負けないから。それでも勝つんだよ。勝たなきゃいけないの。お父さんがいきなりこんな勝負を挑んできたのには何か意味があるはず。私たちその意味を知りたいんだ。そこまで言うならもう何も言いません。じゃないとアトリエボルテールが戻ってきませんから。わかってるって。ありがとね、ルーシャ。ルーちゃん、勝負が終わるまではここに泊まっていっていいからね。ま、こうなったのもお父さんのせいだしね。え、いいんですか？野宿に比べれば価値なんてへっちゃらです。うん、なら決まりだね。さあ、お父さんとの勝負、気合を入れなくちゃ。あなたには十分しか。私の代わりにシスター長となり。え、シスター長ね。ありがたいお話。なぜですか？
私よりも。そんなことはないわ。だってクロアちゃんもイネスちゃんも。だから。そうですか、なら仕方ありません。ですが今後の運営方針については。それならお安い。結局断っちゃったみたいだけど。すごくしっかりしてた。は300歳、リリー何って。スーちゃんこそ。パメラさんが幽霊？夢でも見たんじゃ。スーちゃん、まさかこれが人間の防衛本能。確かに。そうだね、爆弾にするか薬にするか。そういえば2人も錬金術師なのよね。やっぱり太陽を作ったりするの？錬金術師といえば小さい太陽を作って雪を溶かすものでしょ。そんなことしませんよ。っていうかできませんよ。もっと言うとやろうとも思いませんよ。あら、そうなの。昔フィリスちゃんがやってたんだけど。じゃあ船の部品を作るのは。メルベイユには海があるし、それくらい。やりません。船は船大工さんが作るものです。なら壊れた橋を一瞬で元に戻す道具は。それも無理です。リアーネさんの錬金術か相当ずれちゃってるみたいですね。そうだったのね。錬金術師っててっきり。これはフィリスさん恐るべしなのか。あはは、どっちもなんだ。
武器を作るのか。で、どれにするんだ。材料を選んでくんな。材料を選んでくんな。近くにいないと。さすがにそんなことしないよ。多分したことないよね。でさ、お邪魔します。お、フィリスさんだ。師匠にお菓子でももらいに来たんです。なあ、バレちゃったか。その通りだよ。で、あ、スーちゃんを見て思い出した。え、私に聞きたいこと？うん、イルちゃんさ、最近銃使ってないよね。か、師匠が銃？ねえ、もちろん。子供の頃、お父様から使い方を教わった。へえ、そっか、師匠も銃も。でも、確かに使ってるところ見たこと。それはね、禁止？なんで？誰から？ミレイユさんから。ほら、私って国から招致だから広告塔として古き良き錬金術。そうだったんだ。知らなかったね。私とスーちゃんも招致されてたらアウト。一国家とやり取りする。リリー、スー、あとフィリスも。ここに来るとキャプテンのこと思う。そうだね、めちゃくちゃだけど。締めっぽくなっちゃいけない。そうそう、キャプテンみたいに。カッ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 カ、いい心がけだな、貴様。うきゃー、キャプテンの お化け。たわけもの、お化けなどで。でもキャプテンってかっこいいことを言って。あれは俺様の粋な計らいだ。あー、すっかり騙され。私も、適当で横暴なギャップ。キャ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 、そうだろうそうだろう。銃の海をかき分けて、それが俺様、キャプテン。頼むぞ、やばいもの出ないでくれよ。条約
相手してやるよ。覚悟してね。なんだろう。あこそう。ほら。はねめのもの。ウェルカム。キック。取れろ。こそう。ほら。せいや。マティアス。立ち止まってる暇はないよ。人生はあっという間なんだからね。やっぱせい。私のイルちゃんも思い出すな。嬉しいけど、どの辺がですか？身長のことじゃないですよね。あんまり急ぎすぎないようにね。景色を見ながら。これなら簡単だね。すごく痛いよ。そうね。耐えられるかしら。はい、覚悟してね。ビリビリしちゃうよ。
このキノコどこあったっけ。図鑑図鑑。ありました。お、茶葉切らしちゃってるんだった。もういくらなんでもコギ使いすぎじゃないですか。掃除に洗濯、炊事に買い…ブーブー。だってルーシャ、居候じゃん。確かに、見てもらってる。ああ、これも、まあ、もともと実家なわけですし。は？実家？え？まさか知らないんですか？ルーちゃんのお父さんと。だとすると。何を今さら、本当に知らなかったんですね。待って待って、ほら、私たち名字違うし。ああ。家を出た時に名前を変え。うわぁ、頭痛く。なんで嫌そうなんですか。ルーシャと人。もうくさい。あーん、そういうことね。うんうん、わかったわかった。本当だよ。守って
する。やり。こんなもんだろう。わあ、怖かった。よし、行くぜ。あ、魔物が出るとこは勘弁な。よし。うん、音わかんない。でもそうだね。じゃあ見れ。どうする？わかったわ。ちょっと待った。その試験。お。ロジェさん。では三人目。寿司に書かれた道具を調合してくること。いや、きっと一筋縄じゃ。つまり錬金術がもっと。なるほど。ああ、ここからが本当の。言われなくたってお父さんになって。お出かけ、お出かけ。スーちゃん、そっちにある材料。はーい。って、あれ、それを先に入れると成分がちん。あ、そっか。あ、よし、完成。うん、上出来。どうしたの、ルーちゃん。いえ、二人とも正直。お、ルーシャが素直に褒めて。私だって認めたくない。でも私だってまだまだ負けます。うわあ、まあ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 、さっぱりわからん。
触媒入れればいい。材料選択は目が命。どういたしまして。なんですか。え、いいじゃない別に。いや怪しすぎます。え、それはありがとうって。は？仕事。ぬーちゃんもわかるでしょ。まあでも、もし人に…そ、うん、どこ行く、どこ行く？ありがとう。本当？じゃあしょ。お見事。おめでとう。これで二人とも。一足遅かったか、錬金術。うん、私たちの勝ちだよ。だからお父さん、その前にどうして急にいな。私たちがどれだけ心配したか。喉が枯れて声が出なくなるまで。リディ、スー、まあ俺が悪かった。二人とも、オネットの墓まで来てくれ。私たちも行こう。うん。
これにて完成。どんな食器、さてどいつから調合してやろうか。なんだっけ。さて行き先は、やりようじゃないか。頑張りましょう。どうしよう、スーちゃん、私たちとんでもないものを見ちゃ、ハベルさんとパメラさん、あの二人が組んだら失敗す。リリー、そうだね。昔の俺は錬金術の腕に自信を持ってた。子供の頃から勉強して、若くして公認し、オネットと一緒になってお前たちが生まれて、みんなで国一番のアトリエになるって約束もした。でも守れなかったんだ。俺はそれ以来ダメなんだよ。なんとか錬金術を続けようといろいろ試したんだが、半分ふざけた変、その結果生まれたのが。そうだったん。ああ、こんなことをした理由はな、どんどん成長していくお前たちとは、いつまでたってもうじうじしてる俺、このままじゃいけないって焦って意地になって勝って親父の面目役所と行きたかったんだが、なんとか手の震えを抑えた程度じゃ。お前たちはもう錬金術師として一人前だ。国一番のアトリエになるって約束を。やだ、やだ。
だよ、そんなの。スー、私もお断り。私たちがお母さんと約束して、私とスーちゃんとお父さん、家族みんなで国一番にならなきゃ意味だから、代わりになんて言わないで。お父さんも一緒に国一番を目指そうよ。俺には無理だ。俺には約束なんて守れない。国一番のアトリエになること、家族みんなで絵の中を旅、そして何より幸せにしてやるってこと。ううん、お母さん言ってたよ。お父さんは最後には絶対役だが。ああ、もうまどろっこしい。お父さん、地下室に来て。いい、地下室だからね。地下室。ああ、わかった。呼びま、本当ですか？うん、ごめんね。ルーシャのご飯、考えておいてあげます。それでは、お世話になりました。騒がしかったルーシャがいなくなるとちょっと寂しい。そうだね。でもルーちゃんのことだもん。きっとまたすぐに遊びに来てくれ。うん。さてと、そろそろ地下室に行くとしますかね。
ちょっとリリー、寝癖ついてる。ダメだよ、身だしなみは整えなくちゃ。結局あい、ねえお父さん。お父さんがお母さんに直接確かめに行こうよ。オネットに？多分この絵の中にはお母さんがいる。私たちエテルネピカでお母さんと会ったんだ。だからお父さん、私たちと一緒に。お、いや前にも言ったが、確かにネージの絵の具を使って描いてはいるが。そんなことないよ。ほら今、あれだから、その絵の中に。やる前から無理って諦めない。あ、絵の世界に入れないのってよく不思議な絵を旅してたなら。まさか修復。まずは試してみようよ。私はお母さんにまた会いたい。だったら会いに行こうよ。お前たち、こらこら、やる前から無理って諦めない。やる前から無理って諦めない。創作意欲が湧いてきたぞ。その間に俺はイメージを膨らませておく。それでこそお父さんだよ。すっごい絵の具届けるから。我ながらいい考え。
とまずっ。これはこの辺？こんなもんかな。調合の味噌はこれだよね。シャキーン。こんなもんか。ぐる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 。とりあえずどんな特性残そうかな。こんな、スーちゃん会心の一品。どんな触媒入れればいいかな。材料選択は目が命。同じ町の出身。へえ、そうだったんですか。そうだね。ねえ、コルちゃん。いえ、まだ。ああ、コルネリア紹介だよね。それほどでも。バッチリだよ。そうですか。いつまでも帰ってこないの、特にモニカさんの。うわ、それはゾッとしない。お互い積もる話。はい、ぜひ。コロネリアさん、それはもういつになっても。
リー、超合カッチメールよ。もっと良くなるおまじない。シャキーン。お、素敵なハート。材料を選んでくんな。材料を選んでくんな。すまないな、二人とも。お前たちの思いがこもった絵の具、あとは俺の独壇場だ。さあ、お前たちは休んどけ。そうだね、お父さんにならできるよ。よし、可愛い娘たちのためにも、画家ロジェ、一世一代の大仕事といくか。
おいおい、リリー、ツうにゃ。おはよう、お父さん。朝ごはんは？何寝ぼけてるんだ。ほら、目を覚ませ、会いに行くんだろ。ってことは、お父さんそいつは見てのお楽しみ。どうだ、俺の最高きっと平気だ、うん、こんなすごい嬉しいことを言ってくれるじゃあ早速、うん、ここは私の大好きな人が描いてくれた絵、私のことを思って作ってくれた大切な場所。浮かぶ雲も風にそよぐ花畑も何もかもが美しく、何もかもが愛おしい。ただこんな素敵な世界にいても、私の心にはぽっかりと穴が開いています。その穴を満たしてくれる宝物たちとはもうずいぶん長いこと会えていなくて、私は今日もこの花畑を歩むのです。あの子たちに再び会えるという奇跡を信じて、雲上に咲く楽園の花畑、天界の花園。リディ、スール、あなたたちは元気にしてる？うわー、やっぱりいつ来ても素敵なところね。言ったでしょ、お父さん。ああ、圧倒されてし…ここを作ったのはお父さん？そう面と向かって言われるとさすがに照れるなお父さん顔真っ赤。さてと、そろそろ行こうか。うん、きっと。相手してやるよ。始めよう。何がいいかな。すごく痛いよ。追撃よ。熱いの行くわよ。隠し玉なんだから。Stop!
さあ、スール、覚えられたかテストするわよ。やる前から無理って諦めない。もうやるじゃない。それもバッチリ。怪しい人には近づかない。完璧じゃない。でしょ、私リリーみたいに勉強はでき、お母さんとの約束はしっかり覚えてるよ。もう偉い偉い。さ、こっちにおいで。はい、お母さん大好き。お母さん待ってて。私は信じてる。お母さんにまた会えるって。あっちの巣にしてやる。うそ、覚悟してね。こんなもんだろう。ああ、怖かった。アネメのもの、ウェルカム。課長。これなら簡単だね。覚悟してね。
オネット聞こえてないか。大丈夫、今度こそ。うん、待っててね。相手してやるよ。調合開始。どれにしよう。どれを使おう。にょわっと。これでうまくいきますよ。すごく痛いよ。天才に挑むだなんて、おバカさん。金目なものウェルカム。俺が代わりに。まだまだよ。まだ終われない。覚悟してね。追撃よ。熱いの行くわよ。全力だ。これなら簡単だね。まだ終われない。すごく痛いよ。そーれ、熱いの行くわよ。耐えられるかしら。痛いから覚悟してね。ビリビリしたよ。この感情熱い。受けてみろ。
くいたいよ。だが、この絵を描いてた時はいつも…おぉ…当然だろ。私たちに…うん、行こう。カーバチョ。お客さんなんてめ、リディ、サール、それにロゼまで、嘘。ううう、夢なんかじゃないよ。久しぶりに会ってみたら、ずいぶんと甘えん坊さんになっちゃったのね。二人とも少しと言わず、いくらでも。それで、オネット、どうしてって言われてもね。確かに自分が死んだ記憶はあるのよ。でも、こうなった理由は
さっぱりなのよね。やっぱりお母さん、ネージュが言ってた残留し残留思念ね。よくはわからないけど、私すごいのよ。絵の中の世界なら移動できるみたいで、他の世界に遊びに行ったりして暇を潰してたの。その天真爛漫ぶり、疑ってたわけじゃないが、君は本当にオネットなんだな。これは奇跡だ。死んだ君にまた会えるなんて、この上もなく素晴らしい奇跡だよ。そうよ、これは奇跡。二度と会えないと思ってたみんなにまた会えた。ああそうだな。お父さん、お父さん、お母さんに確かめに来たんでしょ？オネット、その、俺は君との約束を一つでも守れたか？君は俺と一緒になって幸せだったか？は？バカね、何当たり前のことを聞く。幸せだったに決まってるでしょ。もし生まれ変わっても。何よ、逆に聞くけど。そんなことはない。俺だってならいいじゃない。私のことを救えなかったって、こう、私はあなたと生きることができて。ありがとう、ありがとう、オネット。あらあら、今度はあなたが泣いちゃうの？でね、お母さん、ルーちゃんたら最後転んじゃった。あの時のルーシャの顔面白かったよね。海がフラブを食らったような顔して。そうなのね、ルーシャちゃんも元気そうで。オネット、どうした？あ、平気平気、ちょっと立ちくらみがしただけだから。わ、ごめんね、お母さん。お母さん、顔色あんまり良くない？そう、ごめんね、キュ。外の花畑で拾ったんだけど、キュ。これ、色のかけら。うん、それじゃあね。ええ、待ってるわね。うん、それにすべすべで、お母さんに会えて。オネット。あら、ロジェ、なになに？それもあるが、オネット、正直に言ってくれ。やっぱりロジェは騙せないか。理由はわからないけど、時々頑張らないと意識がぼんやり、自分が周りに溶けていくような。それって、分かってる。二人にはどうする？俺から言った。うん、その時が来たら私から言うわ。せっかくまた会えたんだもの。二人にはなるべく元気なまま。そうか、そうだな、ごめん、オネット。なんであなたが謝るのよ。あ、そうだ、一緒にお花見なんてどう？そう言うと思って酒は持ってきてあるよ。
10話、声と夢。見てみろお前たち。おお、最近手の震えが収まってきたな。よかったね、おと。うん、改めてみんなで国。ないな。うん、私たまに声な。優れた錬金術師の中には、あ、材料のこ、うん、うん、なんでもない。そっか、お、みんなも会いに来ないし。お、噂をすればなんか前よりもはっきり聞こ。確かにそうだ。あ、私もピンときた。お、ってことは今までり、うん、そうかも。うん、わ、ってことはそれずるい。私も聞きたかった。いや、どうしてって聞かれても。むきー、あたし怒ったからね。な、すまん、悪かった。安物のカピカピパンをおかず抜きでは。すー、はあ、声か。さて、何を作りますか。目的地はきらめくの間に。
コルさん、またオルゴ？うん、お父さんの。そうだよね、この地方にいるっていうのは分かってる。そうだね。あ、リリース。違うぞ、あのセンスは俺では。あれロゼ、またその爆弾作ってたの？あったかボム。なんだそれ、フラムな、フラム。へえ、錬金術の道。わかりやすい名前って言われそうね。ああ、クラフト。ウニバスターでいいじゃない。いや、でもウニバ。じゃあこれ。そうだな、ウニバスターで。ウニバスター。一周回ってある。オネット、君の魂は変なところだけな。